ここは僕の故郷の長岡の図書館ですね。中央図書館で、隣が僕の通ってた小中学校があります。ここはね、学校長1-1-2、中学校が学校長1-1-1で、図書館が1-1-2で、体育館が1-1-3っていう、なんか非常に分かりやすい文教地区ですね。で、この図書館が本当できた時に、まさに僕はこの小学校に編入してきたんで、ほとんど毎日、下手すら日曜日まで親父に車に乗っけてもらって来てましたね。本当に好きな場所です。今でも、もうこの図書館に来ることだけを目的に長岡に来ることがあるくらい、すごく好きな場所ですね。で、東京に来て一番こう驚いたのは、僕の会社大学の図書館も含めて、図書館まで、またその町の図書館もそうなんですけど、図書館が全然目的が違うっていうか、まあすごい簡単に言ったら本がすごく少ない、でジャンルもなんか非常に狭くて、そこがね、なんかなんでだろうというか、で僕がもうずっと見てたパソコンコーナーとか、こういうとこ来るとね、やっぱ思わず自分の本探しちゃったりして、あっても恥ずかしいけど ないと悲しいっていうね、スターは一応ありました。よくわかる人工知能、左から4番目かな、まあ、ちょっとほっとするみたいな。で、この日は、まあ、お祭りだったんし、まあ、平日だったんで、夏休みでも子供たちはいなかったんですけど、こちら館長さんで市役所の方ですね。で、これね、雑誌もあれば、こう SF 小説とかもあって、外国文学もあって、で ここがね、参考図書のコーナーで、先生。国防軍事ですよ。で、見てください、この防衛庁防衛研究所が作ったマレー侵攻作戦の振り返りとか。およく残ってるね。え、これを損したんだ。そうそう。あとはね、東大の政教科って思うような、この物理、化学、数学、天文学、生物学の本、まあ、減りましたけどね。ここ本当にね、選書がまたいいんですよね。なんかこんな本あったんだっていうのに出会える、東京の本屋さんよりもある意味で選書がしっかりしてるんで、古い本も含めて見れて、アマゾンとかでもね、なかなか見つけられないんですよね、こういうのって。だからあえて興味がないジャンルの棚に行くと、なんか意外と面白いのがあったりとか、それは非常に興味深いですよね。そうですね、ここの分類がすごいですよ。これからのですか。これから未来の潮流。最近あの量子生物学っていうのが発達してきて、渡り鳥がどうやってその自分の位置を検知しているかっていうのを量子力学的には説明できるってことが分かったんですよ。あと光合成も量子生物学じゃないと説明できないんですよ。量子生物学って面白いね。うん、面白いです。僕最近、その言葉、最近の言葉、2000年ぐらいから、あんまね、なんか新しい感じ、こっちあんのかな、
まだね、日本語の本ないですね、あんまり。量子、だから量子力学の本だと思われてますね、量子生物学。ああ、そうか、向こうの方に行くのか。うん、あ、でも一応、生化学の発達したやつなんですよ。うん、とね、先生ね、やっぱあの生物をモチーフに作品作ってるから、量子化学が発達すると量子生物学に興味あったんですね。でここは長岡で一番おいしいと言われている、青島食堂の宮内駅前店です。でもう昔からもうね、長岡に住んでた時って毎週末になぜか家族みんなでラーメン食べてるんですよ。昔から行列があって、あの、これこの近くに歩いていけるだけで4店舗ぐらい同じ店があるんですけど、みんな並んでますね、大行列です。これ長岡生姜醤油ラーメンって言って、長岡以外では唯一秋葉原で食べることができますけど、そこも大行列ですね。で何年か前に東大生が作った AI でなんか口コミをチェックした結果、なんか 都内一番おいしいラーメン屋さんは秋葉原の青島食堂だっていうよくわからないランキングが発表されて、結構みんなの度肝を抜いてました。子供の頃から食べたから全然気づかなかったんですけど、大人って食べるとですね、やっぱ美味しいですね、本当に美味しいなって思いました、この時も。スープがうまいよね、程よい油かけも。まあ、あの、これ、はい、へえ、うまかった。また隠れ、おー、いるよね、うん、え、これ、これっていうの技研バー向けにちょっと仕入れて、今週の金曜日土曜日。隠れも美味しいですね。だから今日と明日です。現場で出そうかなと思って、うん。すごく美味しそうな隠れって非常に美味しいんですけど、まあ、それ今回一条って本当にないもん、チャレンジ事故ほぼ絶対買えない。長岡でも買えない。これちょっと買ってみるか。林内二次スパークリング純米酒。すごい。要はあれですね、シャンパンと同じ製法です。で帰りの新幹線の中でですね、川口先生が急に一稼ぎすぎるかとかって言って作品を書き始めました。でこれ大体1枚本当、まあ物にもよるんですけど、大体100万円ぐらいで売れるんですね。すごいですよね、究極のノマドワーカーですね。大体あの飛行機の中とか電車の中とかがはかどるそうです。で僕は非常に川口先生が、作品を作っているんです。横でその筆の動きや手の動きっていうのを見せていただく。これなんかアルゴリズム考えるのとプログラムするより早いですか。いや大きいと上手いです。あ、そりゃそうだ。でもこれ小さいけど、もっと 1.5 メートル2メートルになるともうめっちゃ時間かかる。あ、でもこれ楽しいよ。右左、あの上下左とか。あとはね、スキップ取れば。アルゴリズムだから。なんか法則性がありそうだけど、さっぱりわからないところがすごいですよ。あ、でもほら、なんかどっかこう掃除系があるでしょ。うん、まあランダムフラクタルなんでしょうけど、本当に川口先生ってなんかこう、奔放なんですよね。でもなんかすごい頭の中にコンピューターが入ってて、なんかちゃんと矛盾がない絵をですね、プリンターみたいに描き出せるんですよ。本当すごいなと思っていて、でもともと本職はプログラマー、コンピューターの研究者なんで、これはですね、あ、このまま、川口先生が今銀座でやっているアートギャラリーに行って、川口先生が銀座でやっている NFT アート
のなんか展覧会に明日は行ってみようと思います。そんな感じで、ではまた明日。